抜群の経済力と多彩な文化を誇る魅力的な島、台湾。数奇な運命をたどり、地球上のあらゆる国や地域の中で特殊な位置に置かれています。未曽有の被害をもたらした東日本大震災では、200億円を上回る義援金を被災地に送り、令和6年元旦に発生した能登半島地震でも即刻義援金の看護を開始し、25億円もの支援金を集めてくださった台湾。日本と台湾、台湾と日本、アジアの中で最も深い関係を築きながら、多くの国々から国交を断絶され、世界の孤児と呼ばれている台湾。なぜ台湾はそこにいるのか、なぜ台湾はそこにあるのか、台湾は国家とは何か、文化とは何か、精神とは何かを問いかけているかのようです。戦前、欧米諸国は巨大なアジアでも植民地政策を進め、その国々を支配下に置きました。多くの民が祖国を失い、祖国のために戦うこととなりました。日本も欧米列強の追放とアジア諸国の解放を謳い、東アジアへ進出。1945年の敗戦まで広大な版図と国民を有していました。台湾もその一つでした。数奇な運命と複雑な歴史が台湾を強く、美しく、豊かにしたのでしょうか。古来、台湾は多くの民族が去来する無主の地とされてきました。およそ400年前、オランダやスペインが占拠。その後、大陸からの流民、海商、帝政公による占領。以来、清国の版図に入りながらも、けがいの地とされ、日清戦争以降は日本領、終戦後は中華民国領、そして現在。台湾は複雑な歴史を乗り越えてきた多民族国家として、今なお地球上のあらゆる国や地域の中で特殊な位置にあるのです。その台湾に、立墳鎮神、または十分鎮神という言葉が残されています。これは半世紀に及ぶ日本の統治時代に日本人が台湾に残した心、精神性を指す日本精神のことです。さまざまな民族による支配を受けてきた台湾の人々だからこそ認めることのできた日本人の精神、それらは日本人の中にある精品、献身、公に奉ずる心、率先垂範、実践求行、真心を持って行う姿のことだというのです。実は日本に武士道や大和魂という言葉はあっても、日本精神という言葉はありません。ともすれば、日本人の心から消えかけている精神性、心が立墳鎮神かもしれないのです。立墳鎮神を象徴する人物がいます。台湾で最も愛される日本人、八田余一。彼は不毛の大地と呼ばれた台湾中部の華南平原に世界最大級のダムを建設し、地球半周分の水路を巡らせて60万人の農民を救った人物です。帝国大学卒業後、即座に台湾へと渡った彼は、土木技術を持って人々のために尽くしました。当時、華南平原に暮らす人々は洪水と干ばつと塩害の三重苦にあえいでいました。彼はこれに着目し、極貧の中にある農民を救うべく、革新的な工法を用いた桁外れに大きな計画を立案。台湾総督府を説得し、国家予算の3分の1にあたる大事業を推進します。その壮大な事業は、貯水容量
1億5000万トンの雨山島ダムを完成させ、台湾最大の平原を台湾一の穀倉地帯に変貌させました。実は彼が台湾人から愛されるのはこの大事業を成功させたからではありません。工事中、彼は日本人と台湾人を全く差別せず、いい仕事は愛する家族がいてこそできると言って、工事現場に家族用の宿舎を建設、学校や病院も併設しました。また工事中に殉職した人々を一切差別せずに弔いました。公に報ずる心、差別なく真心で人と接する思いやり、率先垂範してみんなと共に汗をかく姿に誰もが彼を慕い、心から敬うようになりました。ダム完成から1年後の昭和6年1931年、サンゴタンと呼ばれるようになったダム湖のほとりに八田余市の銅像が建立されました。別れを惜しんだ人々が計画を伝えた時、彼は固く断りました。しかし再三再四頼まれたので、偉そうな胸像や立像はやめてほしい、作業服に直足袋、ゲートル姿、建設を見守る普段の姿なら構わないと言い、一風変わった銅像になりました。昭和17年1942年5月8日、彼はフィリピン沖で亡くなりました。奇跡的に遺体が山口県萩市の漁船に発見され、火葬された遺骨は台湾に戻りました。雨山島でも彼を慕う人々によって河南大衆組合葬が営まれました。昭和20年9月1日、彼の最愛の妻豊樹夫人は、兄弟姉妹仲良く暮らしてくださいと記した便箋を残して、雨山島ダムの放水門の下に身を投げました。現地の人々はこのことを深く悲しみ、悲しむとともに戦後の大混乱の中でも彼らのことを思い続けました。台湾と日本展、台湾に残る立墳チェン氏、京都物流ミュージアムの運営母体である本門物流集は、半世紀にわたり台湾に眠る日本人仏庫社慰霊法要を営んできました。日本人仏庫社はまさに台湾に立墳チェン氏を残してくださった方々です。当企画展では一般財団法人台湾協会のご協力を得て、台湾仏庫社名簿を展示させていただく機会に恵まれました。極めて貴重な機会です。果たして台湾の人々が大切にしてくれた立墳チェン氏を私たちは大切にしているでしょうか。今世界は明らかな危機に直面しています。日本もまた行く先に迷い、自信を喪失し立ち止まっているかのように見えます。台湾を知ることで世界を知る、台湾を知ることで日本を知り日本人を知る、台湾を知ることで日本人が失いかけている尊い精神性を再発見する。そして実は立墳チェン氏とは日本人だけのものではなく、きっと世界中で必要とされる人間性そのものではないでしょうか。台湾と日本展、台湾に残る立墳チェン氏、台湾の歴史と魅力を学びながら日本や日本人の宝物を見つけられたなら幸いです。